光ピンセット、光ピンセット、光ピンセット、オプチカルトウィーザーは、集合したレーザー光により微小物体、主に細胞などを含む透明な有電体物質を、その焦点位置の金棒に補足し、さらには、動かすことのできる装置及び技術である。補足するための力は、屈折率の違いにより生じ、典型的には、ピコニュートン程度である。この技術は、近年、 特に生物学やマイクロマシニングの研究において成果を上げている。工学的手法による微小物体の操作理論がベル研究所のアーサー・アシュキンによって1970年代に初めて報告された。数年のち、アシュキンらは最初の実験を行い、顕微鏡下において微粒子を光線照射によって三次元的に補足することに成功した。 1986年、スティーブン・チューは、レーザー冷却の論文において、光ピンセットに言及した。1997年、チューは、レーザー冷却における研究によって、ノーベル物理学賞を受賞した。インタビューにおいて、チューは、アシュキンを、原子補足、光ピンセットの先駆者と評した。アシュキンは10から10、000ナノメートル計の、微粒子の補足を可能にしたが、 中はこれをより発展させ、0.1ナノメートル計の補足を可能とした。1980年代、アシュキンラは、タバコモザイクウイルス及び大腸菌の操作を通じて、光ピンセットの生物学への適用を始めていった。1990年代には、カルロス・バスマンテ、ジェームズ・スプリッチ、スティーブン・ブロックらがこの分野に参入し、光ピンセットレーザー分光学、 一分子細胞生物学の発展に寄与した。この過程では、分子モーターの発見など、画期的な発見がなされ、生物物理学などの分野が飛躍的に発展した。2003年には、光ピンセットを用いた細胞の整列に成功した。これには、各細胞の光学的特徴が利用された。2004年にはによって、これまで効果、 複雑であった光ピンセットの小型化、低価格化を狙いた DLBT が開発された。光ピンセットは今日、細胞骨格の操作、生体高分子の年弾性測定、細胞操作などに利用されている。2018年、アシュキンは光ピンセットの発明に関する功績により、ノーベル物理学賞を受賞した。光ピンセットは、 強く就稿されたレーザー光を用いることにより、ナノメートルからマイクロメートルオーダーの有電体微粒子を移動できる。多くの場合、レーザー光は、顕微鏡用対物レンズを用いて就稿される、光ピンセット装置の土台として、落ち車型蛍光顕微鏡が用いられることが多い。就稿された光の焦点付近では、強大な電場勾配が生じる。 この時、誘電体微粒子は、電状の一番強い部分へ引き寄せられる。これに加えて、レーザー光の電波方向へも力が働く。光ピンセットは極めて精密な構造を持つ。扱える、微粒子はナノメートルからマイクロメートルオーダーであり、DNA タンパク質、酵素といった巨大分子を一個単位で扱うことができる。なお、扱われる、 微粒子はその中心にトラップされるとは限らない。現実的には微粒子の形状が歪であったり、内部に有電率の偏りがあるためである。補足された微粒子の挙動に関する説明は、補足された粒子の流形に大きく左右される。流形が用いるレーザー光の波長より大きい場合、簡単な光線工学、気化工学的な取り扱いで十分である。そうではなく、 波長に比べて微粒子が小さい場合には微粒子は電磁場中にある小さな双極子として取り扱う必要がある。補足微粒子の直径が波長よりも十分大きい場合にはトラッピング現象は光線工学で説明できる。図に示すようにレーザーからの個々の光線は有電耐球に入るときと出るときに屈折する。その結果光線は 入社方向とは異なる方向に列車する。光は運動量を持っているため、進む方向が変わると運動量も変化する。作用、反作用の法則より絶対値が等しく逆向きの運動量変化が、この後に生じる。多くの場合、ガウシアンビーム、デムレーレーモードのレーザー光が光源として用いられる。この時、ズノのように微粒子が 光軸中心からずれた場所にあれば、すべてを足し合わせた力は微粒子を光軸中心に引き寄せる方向に働く。なぜならば、ガウシアンビームの中心にある強い光線、つの光線には、中心軸から外れる方向に屈折し、微粒子に中心向きの運動量変化を与えるからである。この運動量変化は、ガウシアンビームの周辺部の光線、つの光線1によって与えられる外向きの 運動量変化よりも大きい。図のように、微粒子が光軸上にあれば、個々の光線は光軸に対して円対称に屈折するので、光軸に垂直な方向には力が働かない。この場合、屈折による力は光軸方向に働き、散乱力と釣り合う。散乱力との釣り合いにより、微粒子の安定な補足位置は、ビームの焦点よりもやや下流になる。 微粒子が光の波長よりも顕著に小さい時、レイリー産卵の条件を満たす。微粒子は電状における転送極子とみなし、微粒子にはローレンツ力が加わる。送極子にかかる力は電状に二電化を代入することによって算出できる。送極子の分極は P イコール QD となり、ここで D は二電化の距離を指す。転送極子において、さ、DX は、 無限小を取る。二電化が反対の符号を持っていることを考慮すると、力は次のようになる。注意すべきことは、E は相殺されることである。電化 Q をかけると、微小変異、DX を、分極 P に変換することができる。フォーミュラにここで、第二等式中の有電体微粒子が、線形、つまり、P イコールアルファー e であるとして計算する。最後に、 下記の二つの等式ベクトル演算、ファラデーの電磁誘導の法則を用いる。ベクトル演算、及び電磁誘導の法則に従った演算を考慮して式をまとめると、フォーミュラ5、フォーミュラ6最後の等式の第二項は、ポインティングベクトル、単位面積を通り過ぎる、光のパワーに定数をかけた量の時間微分である。レーザー光のパワーは、 レーザー光の電状の振動数 10Hz よりも十分低い周波数では一定なので、時間微分の項は平均すると例になり、力は以下のように算出される。電状強度の事情は、その場におけるレーザー光の強度と比例する。よって、この結果は、有電体微粒子を転送極子として扱うと、それに働く力は、レーザー光の強度の勾配に比例することを示している。 言い換えると、この購買力は光が最も強い位置に微粒子を引き付ける。実際には購買力にこうして散乱力が光軸方向に働き、結果的に微粒子の平行位置は光が最も強い位置にもわずかに下流になる。光ピンセットの基本的なシステム構成は以下のようなものである。土台として光学顕微鏡を用いる。 発足用のレーザー光は、落ち射傾光の冷気光導入用ポートから導入され、ダイクロイックミラーで反射され、対物レンズで集光されて、小さな焦点を形成し、資料を補足する。レーザー光が顕微鏡に入るまでに、ビームエクスパンダーや、ビームを変更するための光学系が設置されることも、多い。顕微鏡の照明や観察系が、そのまま資料の観察に用いられる。また、 通常の観察に加えて、補足資料の位置を精密に検出するための機器もばしば用いられる。光源としては、波長1 6 4ナノメートルのが一般的に用いられる。これは、生物組織は波長1ナノメートル程度の赤外線に対して、ほぼ透明であり、生物組織を扱う際に、レーザーによる損傷を少しでも避けることが切るためである。安定した。 補足のためには、対物レンズの選択が非常に重要となる。一般的に、開口数、長が1.2から1.4程度に達する、高開口数のレンズ、液心レンズが使用される。補足資料の精密な位置検出には、4分割フォートダイオードが用いられることが多い。原子間力顕微鏡において、感知レバーの変異を検出するのと同様にして、 資料の面内位置が計測される。ビームエクスパンダーにより、レーザー光の小道を広げ、対物レンズの同型全体を満たすようにすることにより、解説限界スポットが得られる。補足位置を面内方向で動かすのは、顕微鏡ステージでも可能だが、多くの光ピンセット装置ではそれ以外の変更装置を持っている。これには、レンズ、一般的な光ピンセットの構造の図で、 ビームステアリングと表示されているレンズ体のうちのレーザーに近い方のレンズを動かす方法や途中にガルバのミラーを設置してそれによって方向を変える方法などがある。レーザーは横モードがテムのガウシアンビームを用いるのが一般的だが他を用いたものがいくつも存在する。エルミートガウシアンビーム、ラゲールガウシアンビーム、ベッセルビームなどがいられている。 ダゲールガウシアンビームを用いたものは、軌道角運動量を持ち、微粒子を回転させることができる。ベッセルビームを用いたものは興味深い特性を示し、数ミリメートル材の複数個の粒子を細く回転させることができる。これらは、マイクロマシンの動力源として活用できるのではないかと期待されている。光ピンセットの改良として、 複数のレーザーユニットを用いるかレーザーを分割して複数の微粒子を操作できるようにしたもの、切断面をレンズ状に成形した光ファイバーを用いてシステムを観測することを狙ったものなどが発表されている。また、フローサイトメトリーのような蛍光イメージングを利用して細胞を認識し自動操作で整列を行わせることによって人為的な細胞組織を構築する試みも なされている。さらに、エヴァネッセント状を利用して、ごく一部の微粒子のみを平面的に操作する方法も検討されている。電状強度の勾配を利用することにより、微粒子の選別を行うことも研究されている。これは扱われる微粒子の物性によって、電状をかけた際の挙動が異なることを利用し、選別に用いるというものである。これは、誘電営動と呼ばれる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。